美術について雑に語らう美術雑論。今日のテーマはマリア・テレジアの肖像。今日はハプスブルク展が終わっちゃったんだけど、うん、終わっちゃったんだけどね。ハプスブルクの人なんだ。そうですね、今回は未だに国母と名高い、うん、国母マリア・テレジアの若い頃の写真を撮り、写真じゃないわ写真のように綺麗だけど、ね、そうね、子供の頃のマリア・テレジア女帝の肖像、うん、を見ていこうかなと思います。この人は年を取ってからの肖像画の方が有名ですけど、有名ですけど、あ、そうなんだ、はい、ちょっと一番可愛い花盛り11歳の11歳なのこれ。そうでしょう、ね、本当かな、本当かな、すごいね、ね、これは描いたのはアンドレアス・メラーっていう画家だそうで、うん、それにしてもこれは綺麗、青緑のドレスと花の対比がいいよね、うん、すごいね、この赤と青が綺麗だね、うん、ドレスの色と目の色がリンクしててとっても綺麗、あーそういう感じね、そう、ね、11歳、とんでもない、とんでもないね、11歳か、ね、年を取ってからは、本当に政治の方に力を入れて活躍するわけだけれど、うん、そうなんだ、じゃあ美貌もあってお仕事の方もできたと。そうですね、家族にも恵まれて、随分子沢山でね。ああそうなんだ。娘たちは隣国に次々と嫁がされて、ありがちだねありがち、うん、でもハプスブルク家のこれが家訓だから、うん、家訓。そうです、そうです、その何、いろんな家に嫁ぐことが、そう、結婚政策で領土を広げ、領土を守るのがハプスブルク家の基本方針。うん、幸いなるかな、オーストリア、うん、何時は結婚せよという、戦争はよその国に任せて、結婚して領土を増やしなさいみたいな教えがあるんだって。ハプスブルク家の末裔の人が今レーサーをやってるんですってねなんか好きなことしてるんだね、すごいね。これはじゃあその F1 レーサー、 F3 レーサーからたどってどんぐらい昔の人なの？18世紀、うん、だから300年前そう、あ、日本で行くとマリー・アントワネットのお母さんでもある人だね、うんうん、あ、そうなんだ。マリー・アントワネットはこの人の、うん、末娘で、アントワネットっていうのはフランス語読みなので、もともとの名前はマリア・アントニアという、うん、読み方がね、ドイツ語なんだね、から生まれ故郷と嫁ぎ先で国が違うと言葉が違うから、うん、名前の読み方とか呼ばれ方も変わっちゃうんだよね。そう、別の人だけど、うんうん、そうだね、お姫様とかは結婚して国をまたぐことが多いから、うんうん、マーガレット・ド、なんだっけ、マーガレット・オブ・アンジューっていう、お妃が昔イギリスにいたんだけど、うん、その人もフランスにいた頃はマルグリット・ダンジュー、うん、国には言葉が違うと読み方が違うからね。そう、一緒なんだけどね、うんうん、この場合は、アンジューのマーガレットっていう意味なので、うん、何語で言ってるかの違いだね。マリア・テレジアっていうのもドイツ語、うんうん、ドイツ語っていうのか、あれだけど、こちらの自分の国の言葉で、オーストリアの、そうですね、うん、で、フランス語読みするとマリー・テレーズになるんだけれど、うんうん、マリー・アントワネットは自分の子供、自分の娘に、うん、母親と同じ名前のマリー・テレーズっていう名前をつけてるんだね、うん、でもすげえ絵うまいけどね、今の私たちの好みに近い絵じゃないかと。そうだね、そうだね、これがあれね、年を重ねるとだんだん恰幅が良くなって、うん、大きくなっちゃうんだ、おっかさんみたいな、しょうがないな、こればっかしは。イギリスのビクトリア女王もそうで、若い頃はこういう、うん、かわいい、かわいいというか、うん、華奢な姫様なんだけど、年、うん、を取って、ね、強そうになっていくからね海外の人は成長早いからね、11歳でこの
大人なんか例外なく体格良くなっていく、まあロシア人がそうだよね、もうじゃあのフィギュアスケートのさ、あのそれでいくとロシアのエカチェリーナ女帝も若い時はすごく華奢で、年を取るとでっかくなっていく3人ともビフォーアフター並べるとすごい、まあいいことなんでしょうけどね、強くなるというのはねこれはバラ、バラと、え、うん、バラの花とチューリップ、うん、なんだろうね、これケシかな、うん、ケシとこれもなんか見覚えがあるけど、よいしょ、こういう花の品種を特定するっていうのもやりがいがあるんだよね、うん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 、これはさ、品種を特定のやりがいっていうのはさ、うん、何その国土をなんとなく判別したりってそういう感じ？国土？まあ、要は、うん、ヨーロッパに分布してるとかさ、ここに例えばさ、めちゃくちゃ日本にしか咲かない花が書いてあったらさ、うん、あのこれに日本にいた時に書いたんかいみたいな、とかその日本でその花が伝播してるか、海外の輸出記録があるか、うんうん、オーストリアから例えば日本に行った商人とか紹介があったか、うんうん、とかこちらの土地では育つような花なのかとか、うそういうことを調べたりするよ。花の品種をポイントにしてる人たちも結構いるのかな、美術系だと。こういうのは年代がちゃんと記録に残ってるからわかるけど、うん、その描かれているものから年代特定をしたりとかね、うん、多分考古学とか、うんうん、ああいう文字のない時代の研究をメインフィールドにしてる人は、うんうん、すごくそういうのを大事にするんじゃない、うんうん、あれすごいよね、何炭とか。そうだ ね、炭素測定だっけ、あるねあるね、すごいよねあれ、時代が分かるんだもんね、なかなかこういうの。あ、そっか、絵の具とかもあるんじゃない、それで言うと、要素としてはこの色とかね、うんうん、こんなさ、こんな絶妙なドレスの綺麗な青なんてなかなかこう自然界でね作れそうな色にも思えないんだけど、素人目に。そうだね、こういうめちゃくちゃ綺麗な絵だなっていうところから、うんうん、じゃあ花の方に興味持ったり、絵の具とかあと服装とかもあるもん ね、 そうだね、多分ドレスのこのあれだよね、この時代のドレスの型式みたいなのも、そうそう、これは分かったりするよね、この深くウエストを絞るのがとかね、うんうん、この何のイヤリングでとかね、髪型とかもあるかな、 それで言うと。あるね。ね、聖子ちゃんカットしてたらみたいな ね、 あるもんね、80年代みたいな古いそういうところに発展して自分の興味の幅っていうのを広げていったら、もっと自分なりの絵画の楽しみ方っていうのが広がっていくかもねっていう感じだね、うん、そうですね。あ、じゃあちょっとまたハプスブルク家関連いろいろ見ていきながら楽しんでいけたらと思います、ということで次回またお会いいたしましょう。ごきげんよう。